マウリツィオ・フェラーリスは、イタリアの哲学者。真実在論と呼ばれる哲学的潮流に差を指して、折を発表。自伝的実在論やオブジェクト思考存在論と、顕著な親近性を持つ哲学者である。フェラーリスは、学生時代に、ジャンニ・バッティモのもとで学び、またジャック・デリだからも影響を受けたため、当初は解釈学の理論家として、研究を進めていたが、 次第に分析哲学にも注意を向けるようになった。長年にわたり、大陸哲学と分析哲学の両アプローチを総合してうまく使いこなしており、認識量やにおける関と的図式主義を拒否する新たな存在論的実在論を生み出している。1995年から鳥の大学文学、哲学科の教授を務めており、クタオとロボントの運営も行っている。 トリノ大学、パリ大学、ハイデルベルク大学で学び、ヨーロッパの多くの主要な大学での教育経験がある。リビスタディ・ステティカのディレクター、クリティーク、アウト・アウトの理事でもある。1989年から2010年まで、ラレ・エピブリカの文化ランコラムニストも務めていた。専門は解釈学、美学、存在論。フェラーリスは1979年に、 鳥の大学哲学科を卒業した。指導教員は、ジャンニ・バッティモ。キャリアの初期には、教育、研究、文化ジャーナリズムの3つのわらじを履いていた。1979年から1988年にかけて、アルファ・ビータの編集者、共同ディレクターを務めた。他の理事には次のメンバーがいた。アントニオ・ポルタ、ナニ・ベレストリーニ、マリア・コルティ、ウンベルト・エイコ。 フランチェスコ・レオネッティ、ピエル・アルド・ロバッティ、パオロ・ボルポーニ。1980年代初期にデリダとの交友が始まり、哲学的に深い影響を受けた。教員としてマセェラータ大学で2年間を教えた後、1984年にトリエステ大学に移籍。そのまま断続的にハイデルベルク大学に滞在した。ドイツでガダマラと連絡を取り合うようになったことを契機に、 解釈学の研究を開始した。1995年、フェラーリスは、鳥の大学に招聘され、美学の専任教授に就任。1999年には、刑事上学も教え始めるようになった。また、1998年から2001年の間、フランスの国際哲学コレージュのプログラムディレクターを務め、一方で、存在論研究所と大学間連携理論。 応用存在論センターを設立した。現在のフェラーリスの肩書きは次の通り。鳥の大学哲学教授、ロボントディレクター、クタオディレクター、ケーテハンブルガーコレーグ、文化としての法フェロー、東南ヨーロッパ先端研究センター名誉フェロー、アメリカにある先端研究イタリアンアカデミーのフェロー、アレクサンダー・ホン・フンボルト財団フェロー。これまでに、 フランスの国際哲学コレージュのディレクター、社会科学高等研究員の客員教授を務めた、他、ヨーロッパや北米の大学で教弁を取ってきた。ラレーピューブリカのコラムニスト、リビスタディエステティカディレクター、クリティックとレビューフランクフォンディエスティティックの共同ディレクターを歴任。約50冊の著書があり、それらは数カ国語に翻訳されている。 英訳された著作は次の通り。History of Hermeneutics d ドキュメンタリティ y or Why it is t i necessary to leave t r a c e s Goodbye n t Where グッバイカント o ェアアユーアンオントロギーオ h ザセ e フォーンマニフェストオブニューリ l i s m マウリチオ・フェラーリスの専門領域は美学、解釈学、そして社会存在論であり、ドキュメンタリティ理論と現代の真実在論の提唱者として知られている。 フェラーリスは当初、フランスのポースト構造主義哲学に関心があり、ジャン・フランソワ・アリオタール、ミシェル・フーコー、ジャック・ラカン、ジル・ドゥルーズといった哲学者に注目していた。思想形成の上で、特に重要な役割を果たしたのは1981年に知り合ったジャック・デリダであり、フェラーリスにとって研究仲間であるだけでなく、次第に友人としても付き合うようになった。 この時期の思想は次に挙げる初期の著作で知ることができる。ディファレンチェ、トロチェ、ラザボルタテスチュエール。いく冊かの著作はデリダに捧げられている。デリダ、オナリスコーザ、エーデリダ、イントロディツヨーネ、エーデリダ、イルガストデルセグレート、英訳、エーテイストフォーザ・シークレット・ブラックウェル出版、2001年、そして、ジャッキー・デリダ、リトラット・エーメモリア。 ガダマーとの共同が1980年代初期に始まったことで、フェラーリスは解釈学にも目を向けるようになった。解釈学に関する著作は次の通り。アスペティ・デル・アーマヌーティカ・デル・ノベ・チェント、アーマヌーティカ・ディップ・ルースと、ニーチェ・イーラ・フェロソフィア・デル・ノベ・チェント、主張は、ストーリア・デル・アーマヌーティカと、ヒストリー・オブ・ハーマヌーティックスである。1980年代末に、フェラーリスは、 ハイデガーとハンスゲオルクがダマーの思想伝統に対して、鋭い批判を繰り広げた。彼は、ポスト構造主義を駆使して、ロマン主義的、観念論的な異物に挑戦したのである。批判を通じて、フェラーリスは、精神と文字の関係を再検討し、伝統的な見方を覆そうとした。つまり、哲学者に限らず、これまで人は文字を精神より劣るものであると考える。 傾向にあった。それは、精神は、文字と違って、創造的な自由を持つものだとみなされていたからである。しかし、フェラーリスは逆に文字こそが、精神に先んじ、精神を基礎づけるものだと考えた。こうして、この、イタリアの哲学者の施策は、第二ステージへと進んだのである。フェラーリスは、解釈学的相対主義とデリダ流の、脱構築の双方を打ち捨て、 ある種の実在論的客観主義を報ずるようになった。ラディカルな解釈学は、客観性と実在性が暴力と乱用の原理だと捉えているが、実のところ、精神と文字の関係が逆転することによって、それらの性質は、シーを防ぐ、唯一の防御なのだと言えるのである。道徳に適用される、この原理は、解釈とは独立の実在的領域を認めることを、基礎としている。 変更不可能なものとして理解される外的世界、そして概念枠組みと感覚経験の間の関係がフェラーリスの研究の第二段階で中心的なテーマとなっており、知覚心理学者のパオロ・ボッツィによる素朴物理学の視点を通じたカントの再読がこの時期になされた。フェラーリスの批判的存在論は日常世界は大部分において概念枠組みによっては 計り知れないものだと理解する。この原則を捉え損なうとすれば、それは存在論と認識論を混同して捉えることが原因だとされる。この混同はフェラーリスによって批判的に主題化されており、存在は知識と違って変更不可能性を持つという点が強調される。実在論についての施策は2011年にマニフェスト・オブ・ニュー・リアリズムとして結実した。 批判的存在論から自然に導出される結論とは、外的世界が変更不可能であること、そしてカント的超越論哲学が正しく適用される対象の領域があり、それは社会的対象であること、これらである。フェラーリスの新たな思想の展開は、ダブセイ、オントロジーやデルテレホネの英訳、ウェア r e a r u オントロギーオブザセルフーンの出版とともに始まり、引き続いて、 バッボナターレとの協調、ジェス・アドルト、サンズ・パピア、ラフィ・ダンゼッタ・オートマティカ、イルトンネル・デッテ・マルトが発表された。ここで基礎となる主張は次のようなものである。つまり、存在論と認識論を弁別し、対象イコール記名された行為という、構成的規則によって統制される社会的対象の、 領域の自立性を承認することによって、デリダによるテクストの外部には何もないという非分であるという、テーゼの修正が可能になり、ジョンサールの主張に反して、テクストの外に、社会的なものは何もないという命題を、理論化できるということである。こうして、円熟段階に至った、フェラーリスの思想は、彼の師張とも言える、ドキュメンタリータ、ペルケ・ネセサリオ・ラサヤ・トロチェ、英訳、 ドキュメンタリティ、ホワイト・イズ・ネセサリー・ツー・リーブ・トレーシスで体系化された。また、マウリツィオ・フェラーリスト・レオナルド・カフホが編んだ、モーニストの特集号でもその成果は披露されている。現在、最も影響力を持つ社会存在論は、アメリカの哲学者、ジョン・サールによって定式化されたものだが、それは、集合的思考性に基づいた理論であり、集合的思考性こそが、 物理的対象を社会的対象への変換を保障するとしている。バリー・スミスが指摘するように、このアプローチでは消極的実態やウェブによって生成された非触覚的な新しい社会的対象を説明することができないという難点がある。マウリツオ・ヨフェラーリスが提唱するドキュメンタリティ理論は、社会的対象は常に社会的行為の記録であると主張することで、 この問題に解決を与えようとしている。この理論であれば、消極的実態であれ、ウェブ上の潜在的実態であれ、どちらも他の社会的対象と同様に記録によって構成されていると説明できる。ドキュメンタリティ理論にとって、社会的現実の構成的規則とは、対象イコール記名された行為である。ここで、記名されたは、記録されたと等しい意味を持つ。つまり、 社会的対象とは社会的行為の結果であり、それは何らかの指示体によって記録されるという性質を持つ。その際、指示体となるものはその行為に携わる人々の心も含まれる。ドキュメンタリティ理論はフェラーリスによって体系的な存在論として明確化され、スミスによってドキュメント行為の理論として展開された。この理論には三つの主要な利点がある。 第一に、ウェブ世界におけるドキュメントと記録機器の急速な増加が、この理論が提唱する社会的現実の構成的規則によって非常にうまく説明される。第二に、社会的現実は社会的行為の遂行者として主体の存在を必要とする一方で、それとは独立に、時には主体が知らないうちにも発展していくが、この事態をドキュメンタリティ理論は説明できている。 第三に、社会的現実を集合的思考性による行為に基づかせるアプローチは、社会構築主義を増長してしまうが、ドキュメンタリティ理論は、むしろ、真実在論に内実を与えることに成功しており、それによって、大陸哲学をポストモダニズムの袋工事から救出し、分析哲学へと再接続することができる。マウリチオフェラーリスの実在論的展開は、 アートの哲学としてではなく、知覚と感覚経験の存在論としての美学、感性学の定式化に短所を発しており、マニフェストデルノーボレアリズム、英訳、マニフェストオブニューレアリズム、ニューヨーク州立大学出版局でさらにその傾向を強めている。フェラーリスは、真実在論の原理について、ラレーピブリカで言及し、大きな議論を引き起こしたが、基本的には、真実在論は、 歴史的、文化的、政治的な現象についての考察によって得られたものである。そして考察を進めた結果、ポストモダニズムの逸脱が現代思想に何をもたらしたかを明らかにする必要が生まれた。ここから、大敗的なポストモダンのイデオロギーと、それが生み出した世界との偽りの関係に対する、解毒剤が提案されたのである。実際、真実財論は自らを、 存在論、批判、啓蒙という三つのキーワードと連動するものだと自称している。真実在論は国内外のいくつもの会議で議論のテーマとして扱われ、実在を半径として捉えるというコンセプトに関する文献は数多く出版されており、そこには哲学以外の分野での研究も含まれる。事実として真実在論をめぐる議論は、 それに関わる人の数とメディアの反応の大きさから見て、近年の文化史の中で他に類を見ない現象であり、コミュニケーション社会学や言語学の分析対象として、ケーススタディに選ばれるほどにまでなっている。国外に目を転じると、マニフェスト・オブ・ニュー・レアリズムは、すでにチリのスペイン語とスペイン語に翻訳されており、英訳、毒薬、仏薬も出版が予定されている。 真実財論はこれまでに、フランクフルター・アルゲマイネ・タイトゥング、ノイエ・エチュル・ハー・ツイトゥング、南ドイツ新聞で議論された。モーニストの特集号も間もなく発行される。加えて、このテーマは、マルクス・ガブリールの、バールムエスダイ・ベルト・ニヒト・ギボットや、マウリシオ・ベウショートとホセルイス・ヘレスの、マニフィエスト・デル・ヌオボレアリズム・アナロジコでも、検討されている。解釈学の枠組み内部における、 構築主義的、虚無主義的帰結への反動として、マウリツィオ・フェラーリスは、いわゆる、真実財論を提唱した。この哲学的プロジェクトは、マリオ・デカロのような分析哲学者だけでなく、マウリシオ・ベウショートや、マルクス・ガブリエルのような大陸哲学者とも共有する、方向性を有している。真実財論はまた、ウンベルト・エイコ、ヒラリー・パトナム、 ジョン・サールといった大物哲学者の支持も集めているほか、同様の背景のもと真実在論とは独立に発生した実在論的運動であり、フランスの哲学者クアンタン・メイヤスーやアメリカの哲学者クレアム・ハーマンが報じている、自弁的実在論とも交差している。自然科学が真理と実在についての体系的な究極的尺度ではないことが徐々に明らかになっていることは事実であり、 20世紀の多くの哲学はこれをもとに実在、真理、客観性といった観念と手を切ろうとしてきたが、真実在論によれば、この事実は我々がこうした概念に別れを告げるべき理由にはならないという。むしろ、それが意味することとは、哲学は法学、言語学、歴史学と同様に、世界について何がしか重要かつまであることを主張し得るということで、ある。 この文脈において、真実在論は、基本的には、消極的実在論として現れてくる。つまり、外部世界が我々の概念枠組みに突きつける、抵抗は、虚偽としてではなく、源泉として、つまり独立した世界の存在の証明として、捉えるべきなのである。しかしながら、もしこれが正しいとすれば、消極的実在論は、積極的実在論へと変化させることができる。 なぜなら、実在が我々に抵抗を示す際、それは、我々が乗り越えられない限界を定めるだけでなく、機械と源泉を提供してくれているとも言えるからである。このように理解することで、自然界において異なる生物たちが、いかなる概念枠組みも共有せずとも、相互作用できているのがなぜなのかが説明されるだけでなく、社会において人間が意図し行為を行うことが、 所世の現実によって可能となり、その現実は後になってからの未解釈され、そして必要に応じて変革される、という仕組みが説明されるのである。ポストモダニズムの時代が過ぎ去った、現在、真実在論こそが、建築学、文学、教育学、医学といった学際的分野を刷新するための、理論として、広く求められているのである。 英訳された著作イタリア語で書かれた最近の著作ありがとうございます。